腹が減ったよ、家が欲しいよ。寒いね。腹が減って、だって私たちにはもうこれくらいしかお金がないのよ。せめてお湯を入れてほしい。誰か、誰か、瓶が誰か、お腹空いたよ。あれ、なんかいい匂いする。なんか、ここなんかここがいい匂いする。なんかさ、あの文字読めるもつねー、もつねろたー、もつねろたー、もつねろたー。どういうことだよ。どういうことかしら。きっともつがあるんだよ。もつ大好き。もつ大好きよ。うん、大好きよね。大好き。もう食べなくてもいいよ。すいません。うーだめだめだ、風が。ここにいるんじゃない。ごめんなすって。誰もいないね。お湯をもらってもいいですか。いいんじゃない。とりあえずお湯をください。誰か入ってくるまで。ちょっと入ってくるまで。店員さんなんか後から来る。すごいその考え。なんか用意されちゃってるし、グッズグッズじゃないか。これは逆に私たちのためにか、ね、私たちのテント置いてあるね。これ私たち用だ。神の恵みだよ。ゴッドファーザーかな。あらあらあら。じゃあいただきましょうか。はい、はい、ありがたく。じゃあいただきます。食べていいのかな。いいじゃないかしらね。母さん、お茶のくだりは。じゃあ兄さんお茶って言って。兄さんお茶。お茶。おう。まずは自分のから。はい。新しいね。はい。はい、じゃあみんな。もう食べれる。気づいたらお湯入ってたわ。いつから入ってたの。わかんないな。いつから入ってたんだろうな。めっちゃこぼしてるね。お茶なくなっちゃうんじゃない。もうちょい待ち。あ、来てますよ。じわじわ。来てますね。ありがとう。はい。母さんお茶だよ。お茶。ありがとう。母さん、父さん。じゃあ、わかんないけどさ、そうね。ね、2017年も忘年会的な感じ。はい、はい、はい、そうね。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ。みるみる忘年会だね。うん、はい。2017年もお疲れ様でした。お疲れ様。はぁ。俺、熱燗飲みて。あら、そんなこと言うようになっちゃったの。お兄ちゃん。水やお酒が出てくるのも不思議ではないんじゃないかなと私は思うよ。確かに。じゃあ私がこう叩いてから5分経ったら熱燗出てくるかな。うん、そうだね。ですか。じゃあ熱燗熱燗ですね。あと5分待って。出てくるのかな。本当に、うん、すごいね。なんか回転寿司とかでもシューンってくるやつあるけど、最近はトーンってやっぱシューンってくる、ね。一瞬だよ。美味しそうよ。もつは、もつ、もつって書いてあったのに、向こうにもつが出てくる。あ、もつも出てくる。それで3人前ぐらい。あ、ありがとう。まあ、3人前ぐらいがちょうどいい。そうだね。もつか。いただきます。いただきます。まずはスープを飲みまして。さてさて。いや、美味しそう。美味しそうね。いただきます。あ、ちちちち、美味しい。なんかネギって感じ。おいしい。肉厚だわ。うん、肉厚だわ。おいしい。おいしいな、母さん。ねえ、おいしいよね。これってずっと食べてていいのかな。おいしい。母さん、いいんじゃない。うん、だっておいしいんだから。あったかいうちにいただかないとさ。熱燗飲みたいな。あ、2017年ハマったもの言うとかね。酒だよね。なんか佐々木からの、佐々木がとあるお酒を飲ませまして、私にそれがすごい美味しくてハマって、で私がスーちゃんに飲ませて、スーちゃんもハマって、今に至ってる。あ、日本酒飲みたいね。スーちゃん日本酒になっちゃったね。日本酒飲みたい。母さんは何にハマったの。そうね。母さんはね、母さん何かしら。あ、でも今年ドライブとか
か。あ、うん、私免許取ったのよ、母さん。いや、すごいよね。そう、母さん乗せてもらってない。まだ乗ってないけど。乗せてないわね、ミルキーはね。楽しいよ、車って。いいね、楽しいよね。免許ないね。でも赤信号を無視する人が多すぎて、私は運転ができない。そうなの？危なくない？赤信号絶対に渡っちゃダメだからね。うん、母さんはやっぱ信号は守る？もちろん。え、そうだよね。もちろん当たり前じゃない。母さん旦那顔が赤信号みたいになってる。赤信号？本当に？母さんもう赤信号だね。そんなことない、そんなことない、そんなことない。おかわり。はいはい、うん、顔が赤信号。そんなことないわ。あ、日本酒飲みたいな。なんかほんのりさ、アルコールの香りがするんだけど。なわけな。え、なわけ。ほらほら、なんかほらここら辺にね、なんかお酒いっぱいあるからさ、うん、あ、でね、今日やったことね、今年やったことがいろいろね、思い出されてきました。私、え、記憶は、私の記憶たどってみると、オーケーキッちゃん教えて。オーケーキッちゃん教えて。オーケーキッちゃん、今年の出来事。今年やった出来事は2016年、あ、うん、これは昨年です。2016年12月31日、うん、ファンクラブ限定カウントダウンライブが始まりましたよ。どんなのやつですか？そうそう、どんなです、どんなです。ねやりました、カウント、初めてのカウントダウンライブやったじゃん、うん、そうそう。でもさ、うん、もうさ、2回回しだったじゃん、うん、で、昼公演はトンガの時刻に合わせてやって元気にやったでしょ、うん、夜公演結構眠かったよね。夜10時ぐらいからってさ、普通じゃ考えらんないじゃん。ね、私たちだって成田空港着いたの朝4時ぐらい。そうだよ。その後ね、グアム行ったのね。グアム行ったからね。アクティブだね。すごいね。元気。カプセルホテルに初めて泊まった。2017年最初に寝たんで、どこはカプセルホテル。すごいね。どうだった？え、超快適だった。空港の中にあったから。はいはいはい。なんかすごいさ、最近綺麗なとこあるよね。そう、綺麗だし、女性専用みたいな分かれてて、で、なんかで、私が下の下で、キちゃんが上だったの。おおお。いや、でも初めてだったからさ、カウントダウン正月ライブとさ、年越しライブみたいのをやったりしたけどさ、うん、初めてだったじゃない。そうだね、うん、どうしたの？どうしたの？どうしたの？なんか、あいつ変。え？じゃないわよ。なんかあいつ変。え？やっぱね、必要じゃないものはやっぱ必要な人に分けてさ、そうそう、そういうところに行くのがやっぱ一番いいと思うんだよね。そうなんだよ。使われないものがそう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 、それがやっぱエコな形なんじゃないかなって私は思う、ね、エステマシン買おうとしちゃった、そのあれで。あれ、ミルカリで、うん、ほらららだって半額ぐらいだったんだ。どこら辺が、あれね、続いてはですね、うん、2017年4月に横浜行進曲が発売されまして、 CD が、そしてライブをやりました。うん、星ロック10周年だったんだよ、今年。そう、10周年イヤーだったのよ、うん、え、でも全然覚えてないんだけど、何やったの？どんなことしたっけ？あ、なんか、え？え？なんか今残像が、あ、やっぱ見えた？そう、残像が見えた。なんか変なんだ、変わった。何もないから、何もないのよ。もしかして浮気してんじゃねえの？母さんはね、母さん浮気してんじゃねえの？母さん、母さんもしかして浮気して、父さん、父さん、母さん、きっと彼氏と LINE してるよ。え？あ、違うだろう。下水道なんだろ。今年結構ありましたから、ついに母さん。違う。母さん、流行乗っちゃって。乗っちゃった。まあ、流行り物好きだもんね。離婚はしないわよ、離婚はしないわよ、こっち。私たちは離婚はしないわよ。本当？あ、で、6月にね、新曲が出たんだって。プレジャーストライド。あれな。あれあれあれ。うん。バンガード。私は、白い服を着て。バンガードのエンディングだ。そう。うん？ん？ん？な、残像。人間、人間の残像が見える。人間の残像が見えてきた。あれは無視できないよね。あれは無視できない、無視できないファクターだね。しかも高級食材だからね。ほんとだ、あんなに。高級食材って書いてるけど、なんかゲームとかないの？なんかこういう時絶対ゲームあったじゃん。じゃあ何が入ってるか、ちょっと当てるゲームね、うん、高級食材でしょ。私はこういう時いつも牛肉だから、うん、牛肉だと思う。だって肉少なすぎだもん。確かに確かに。あれ、なんだ、汁か。なんだよ。下茹でか。下茹でしてたらさ、持ちかと思うじゃん。今絶対持つだよね、今の流れはね。ってことは、あれは持つじゃん。持つだよ。あ、下茹でした、持つ。持つって高級だろ。超高級持つだよ。無理だよ。持ちたい。無理のね。どんな育ち方した持つなんだ。持ってきてもらっていい？ちょっと、持ってきてもらっていい？母さんさ、母さんち
今日ちょっと動いてくれるじゃん。いやいや、母さん絶対不倫してる。不倫してた。母さん絶対不倫してる。母さんその違うだろう。母さん。母さんそれは誰もが黒だと思うよ。これには私たちさ毎年12月にカニパしてたじゃん。してた。そうだね、昔はね。そして8月にアニ様2017があったんだって。今年はさザ・ガードだったからな、うん、なんかいろいろ活躍したよね。そう。そして11月に、ね、アニマックスのミュージックスのライブに出て、うんうん、新曲リフレクションシャイニーフレクションの世界でドゥ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 マジシェフマジシェフみんなやってくれたよライブで。やってた。いやすごいよね。ローラースケート履きたかったわ。ゲットしました。どこどこ。すごい。あらあんじゃんあんじゃん。おひえてますね。え、みこちゃんのあったかかった。うん、じゃない、何も飲んでないから。おい飲んでない。じゃあみこのはいらないね。うん、ちょっと飲んでないもん。飲んでない。あ、いいなぁ、3人とも。あれ、これもさ、ダズのサイ、ダズのサイなのかな。いいなぁ。これもダズしたサイなの。おーい、乾杯。けたー。乾杯、3人で来年も頑張ろうね。頑張ろう。イエーイ。そろそろ白状したらどうだ。なみなみとついてる。いっぱいやった。あ、まさか、これは違うの。でも不倫じゃなくてよかったじゃないか。そう、うん、そうよかったね。よかった。やっぱ意外とこの問題は2017年すごくセンシティブだった。うん、そうだね。そうよね。一線超えちゃったかと思って心配したね。怖いね、これは本当に恐ろしい。香りだけお届けします。いいんですか。いいんですよ。どうですか。どうですか。美味しいの。美味しいの。予想の八割増し美味しかった。おお。本当にですか。今予想の八割増し美味しかった。だしよ、いいだしがさ、うん、一緒に溶け込むわけよ。ね、カニ美味しくない。美味しい。母さんカニ。え？ちょっとまだ食べてない。母さんカニ。ね、なんか食べてないんだけど。うまいぞ。うまく食べれてる。これ食べれてる。カニは美味しいね。これでモツがあれば最高なんだが。待て、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 うちらがやっぱつゆ飲むかなと思って入れてくれたんで。じゃあつゆいっぱい飲もう。あー、危ねえ、危ねえ、怖い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 、気づかないよ。いつから。怖いよ、怖い。いつからんのこれ。マジで気づかなかった。マジで気づかなかった。いや、今度こそじゃない。え、今度こそかな。何より高級なものなんてそういうこと、この世にある。何にも匂いしないから。高級食材は取りに行くんじゃないの、待つの。顔似てる。2017年っぽいわ。怖い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 。はい。でも今度はお皿じゃなくてさ、うん、木だよこれ。なんかさ、え、さっきはリンゴとか入ってんじゃない。さっきはそれ。でもさ、木の上にお皿あんじゃない。開けます。じゃあまず視聴者の皆さんに確認してもらおう。あ、ちょっと待って、なんか、え、見えた。専門。あー、見えてる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 。あ
っと喧嘩しよう、最後の1枚喧嘩しよう。いやどうしよう、どうしよう、もうみんな1枚、1枚ずつ、ほら1枚ずつ取り合えて、ほらお見して、ほらカメラ的に見して、なんか札束みたい、札束みたい、なんかもう財布みたいになっちゃってるから。ありがとうございます。肉ってこうやって配るっけ。ねえ、1枚ずつちょっと違う感じだけど、うそー、なんかハンドタオルみたい。入れよっか。もうなんか破れちゃいそう。は、共同作業だ。作業中です。初めての共同作業が肉を剥がした。入りました、入りました、入りました。うわわ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 と黙った。最高！やばいやばい。理想とかあるわ、確かに。うわうわ、おいしい。ビリン。食べたい食べたい食べたいよ。はあ。おいしい。だだダメダメダメだって。早く行かないと。早く行った方がいいよ。ね。食べとんじゃよ。食べとんじゃだから。なんで今さ、肉しゃぶしゃぶした後、一休みしたの？うん、見てたの。そうね。あ、見てたの？見てたの。何のある？どう？うん、うめぇ。おいしい、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 おいしい。もう、あー、待って、溶けちゃった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 、溶けたのはもうみんなのものだからね。嘘、嘘、お前、そう、一度でもちぎれたら、そこから先はもう君のものだから、ね、残念だけど。1枚いくらなんだろう。いく、あらって味わかんないよ。食ったことね。肉、肉食ったことね。な、肉食ったことね。食ったことね。うん、食ったことね。よかったな、うん、ちょっと待って、すぐやるから。ちょっと皿、ん、皿を私も左手に持ってくから、起こさないでね。いきます、投入。しゃぶしゃぶしただけでいいんですよ、こういうお肉はね。このくらいちょっと赤が残るぐらいで、はい、行きましょう行きましょう。ちょっと白滝ちゃん、まあ、白滝ちゃん、行きます行きます行きます、あれ、行きます。行きます、見てください、この霜降り牛、いただきます。大丈夫？今年はいっぱい食リポをしてるからさ。そうだね、やっぱうまいよね。溶ける。普通のことになった、意外と普通。溶ける。みんな溶けた、みんな溶けた、みんな溶けた。ニコロンが溶けるって言ってた。ニコロン。松坂牛、素晴らしい。この色、この香り、この大きさ、そしてこの艶。お主、ただものではないな。恐れ入ります。行こう、私がおいしくいただこう。さあ、どうなる。色が変わってきた、私の松坂牛。今年を締めくくるにふさわしいカラーリングだ。さあ、私のところへ飛び込んでおいで。さあ、ぎゅぎゅぎゅ、甘い。これは贅沢。この肉、まさに牛。
2018年の目標を書いてみよう。わかりやすいタイトル。佐々木さん、それ去年も一昨年もそれじゃなかった？違います、ね、大体いつも似たような。いや毎年それじゃん。文言がちょっと変わるぐらい。変わるぐらいね。じゃじゃん。飲んでも飲まれるな。でしょうね、うん、お酒以外でもってことね。え、どういうこと？例えばなんかこう飲み込まれるみたいな、影響されるみたいな、こう自分の意思大蛇、大蛇だ、大蛇飲み込まれるみたいな。危ないね。そうそうそう、影響、悪い影響とかこうさ、受けないように。意思は深い、一応深いよ ね、 ね、もちろん。なるほどね、うん、私はこちら、じゃじゃん、ワクワクを描く。描く、描くなんですよ、うん。なんか、まあ、お絵描きもそうなんだが、うん、それ以外でもこれからももっとこう楽しいこと、ワクワクすることを描いて、頭で想像して、うん、なんかイメージをもっともっと膨らまして、うん、実現するように描いていけたらいいなと思いました。吠えない、歌う。これは今まで吠えてたっていうことでいいですか？これはね、やっぱり人生イライラして怒っちゃうこともあると思う。でもすんちゃんイライラしても吠えなくない？まあんま吠えない。でもさ、怒るんだったら、うん、楽しい方に変換して、うんうんうん、楽しく生きようと思って。いいことだ、ね、いい目標。怒った時もミュージカル風にさ歌ったりしたら僕は君を許せない。そんなの心理解できない裏切り。楽しい、楽しい。確かに、いやそれはいい。それは嫌いけど、いやでも一回でも怒る回数を減らして楽しい回数を増やしたいなという。ね、うん、私はじゃーん、ん、しなやかに激しく。お漢字がちょっと読めない。ちょっと私も読めないこれ。今年になっては私、うん、去年までは読めたんだけど。うん、最近帰り道に一人で歩いてて、なんか私めっちゃ力入って生きてんなって気づいたので、とある人に言われたのが、なんかしなやかに楽に生きてった方がいいよって言われた言葉がすごい胸に響いたから、しなやかに楽に、楽に楽しく生きたいけど、でもやっぱり激しさも必要だから、なんかしなやかさと激しさを合わせ持った女になりたい。なるほど、情緒不安定。違うよ、ね、知ってる、いいから喋んない。違うの、ムチを振るう時もね、またムチの話になるけど、ムチを振るう時もね、力入れて振るうと音が全くなんないの。へぇ、でもそれが力を抜いてファって振るとバーンってなるの。へぇ、それでムチからまさにしなやかに。え、そうなの。それにね、ちょっとすごい勉強になって、しなやかになった方が激しさって出るんだって思って、っていう私たちの目標でした。はい、はい、いや、よかったよかった。来年もじゃあ楽しい一年になりますよ、ね、はい、ように。皆さんもよろしくお願いします。来年は犬年。デザートがあったらいいのにな。あれ、なんだかこれは、あれ、四角くて、四角くて、こんなイチゴ見たことある？だってこんなさ、このサイズのさ、すごい、ベッドどこに売ってんの？この子たち専用よね。なんかかわいい。かわいい。わわわ。わあ。かわいい。すげえ。いやもうブローチみたいじゃん、ほら、ね、かわいい、ブローチみたい、ね、かわいい。いただきます。いただきます。あまー、なんも言えねえ。いや、美味しい、美味しい。ほんなんかすごいさ、ちょい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 
お客様失礼します。はい、ですね、実は、はい、人いた、まだ開店前でして。え、そうなんですね。実は先ほど召し上がられたのも他のお客様の料理なんですよ。いい、食べちゃったよ。なんか他のところ置いといた高級食材も召し上がられました。神からのプレゼントじゃないの。そう、いちごもどうなのかな。召し上がられましたよ。あ、いやいや、ちょっとお会計だけいただきたい。いや、どうしよう、小銭しかないんだ。歌って踊れますけど、いやいやいや、間に合うかもしれない。お金あります。間に合うかもしれない。お金あります。おいくら、おいくら、ですね、15万円ぼったくりだよ、これ。ぼったくりだよ、完全ぼったくりだぜ。しかもすごい手書きかも。すごい、ね、しかも待って、全別って書いたの。全別って書いたの。あ、じゃあこれで店員さんを絞ってその隙かけよ。そう、急げ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 、の準備。故障なら何回かかけたから、いちごが落ちてたから拾っちゃった。ちょっとか、危ねえ。逃げるぞ。やー、よく忘れて、いけ今のうちだ、逃げろ。こんな店二度と来ねえよ。大事なもん忘れちゃった。大事なもん。